アンドレ・マリ・アンペールは、フランスの物理学者、数学者、電磁気学の創始者の一人、アンペールの法則を発見した。電流の SI 単位のアンペアは、アンペールの名にちなんでいる、フランス中南部のトシリオンに生まれ、近郊のポレミュー・オーモンドールで育った。幼い頃から、知識欲が強く、数字すら知らない頃に、小石や星人間とビスケットのかけらを使って複雑な、 足し算を解いたと言われている。父親はまずラテン語を教えたが、数学の素質を見抜くと止めた。しかし、アンペールは自らラテン語の学習を再開した。オイラーやベルヌーイの研究を学ぶためである。14歳にして、ディドロ、ダランベールの百科全書20巻を読破している。晩年の言葉によると、18歳の時に、当時の数学についての研究成果を学び終えていたという。しかし、 博学者として、読書の趣味は幅広く、歴史や気候、詩、哲学、自然科学一般を好んだ。フランス革命の間、アンペールの父は、リヨン市内の方が安全だと考えて、リヨンに泊まっていた。1793年、リヨンが国民公会の軍隊によって占領されると、アンペールの父親は東国後、断頭台で死刑になってしまう。ジュゲデペイと呼ばれる。 フランス法廷に勤めており、フランス革命は行き過ぎであるという態度を断固として崩さなかったためだ。このようなことがあったため、アンペールの多感な心は打ちひしがれ、一年以上も無気力になってしまった。ある時植物学の投稿前論文を入手したことで、学問に対する興味が戻ってきた。その後、古典詩人の研究、さらに施策へと関心が移っていった。 1796年、後の妻、ジュリー・カロンに初めて出会う。1799年に結婚。1800年に、息子のジャンジャック・アンペールを設ける。アンペールは1796年頃からリヨンで、数学、科学、語学などの家庭教師をしていたが、1801年に、妻とコーリヨンに残したままブールのリセジェローラランドに、不妊、物理学と科学の教師を務める。 1803年7月、妻ジュリーが死去。1804年、リオン大学の数学教授に任命された。1806年に、パリで、ジャンヌ・フランソワー,ーズ・ポトと再婚。ポトとは、娘のアルビヌ・アンペールを設けた。ジャンバティスト・ジョゼフ・ドランブルの勧めもあって、アンペールは、リオン大学での仕事を受けることにした。翌年には、パリのエコール・ポリテクニークでも、講師を務めるようになり、 1809年には数学の教授となった。そこで確率論及び変微分方程式の解放について研究。この頃最初の著作、掛け事についての数学理論考察で確率の計算を行っている。1813年科学アカデミー入りを果たした。アンペールの名声は電気と磁気の関係を明らかにしたことによるもので、それが電磁気学の礎となった。 アンペール自身はそれを電気力学と呼んでいた。1820年9月11日、HCL ステッドが電流の流れている電線の近くで方位地震が触れることを発見したと耳にした。そこで磁性と電気の関係を研究。地震の触れる方向が電流の流れている方向に関係することを発見した。1週間後の9月18日、アンペールはその現象を含む 類似の現象について、より完全な解釈を含めた論文をアカデミーに提出した。アンペールが導き出した法則は以下の通り、すなわち、銅線と同じ向きにある人が身を傾けており、この人の足の側から頭の側に電流が流れるとすれば、方位磁石の北極が左手側に触れる。また、アンペールは右ネジの法則として知られる法則も発見した。 これは右手を親指を立てて握ったとき、親指以外の指の方向を磁場とすると親指の刺す、先が電流の向きと一致するというものである。さらに、電流の強さと磁場の強さの関係についても述べている。その日アンペールは、アカデミーの面々の前で、2本の銅線を平行に置き、それらに電流を流すと2本の銅線が引き合ったり、反発し合ったりするという実験を披露した。 こうした業績が電気力学の基礎となり、また19世紀の物理学に大きな影響を与えた。アンペールによれば、磁気学的現象は分子的流体の理論によって説明できる。つまり、電気を帯びた無数の微小な粒子が導線を流れていると考えるのである。この理論は、当時の科学者たちの受け入れるところとはならず、60年後に電子が発見されて、 初めて注目されるようになった。1827年、電気力学と磁気学に関する、電気力学的諸現象について、実験により一つに結論される、理論をぼえきを出版している。電気、電流、電圧の語為を創始している。アンペールは、電気力学の研究だけでなく、科学的現象を分子構造から説明することも、試みており、アボガドロと、ほぼ同時に、 機体の体積はその機体中の分子の数に比例するという仮説を唱えた。ルイル・フェーブル・ジノーの後を襲い、コレージュ・ド・フランスの一般物理学教授に任命される。アンペールの後任は、フェリックス・サバール。1827年に、ロンドン王立協会外国人会員に、1828年には、スウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。 アンペールとその息子の墓アンペールは、マルセイユで死去し、パリのモンマルトル墓地に埋葬された。優しさと、無邪気さにあふれた性格は、著書ジャーナルイコレスポンデンスによく現れている。死後に出版された著作として、エッサイシュールラフィリソフィーデスサオンセス、オーエクスポジションアナリティックディ、ユヌクラセファケーションナチャールデトゥトレコンネセンセス、ヒューマンズがある。ありがとうございます。